オフィシャルホームページをご覧の皆さん、青木恒典です。斉藤はじめという役ですね。もともと三浦氏組から新選組、そして今は、幕府軍からの、新政府軍に、いろいろね難しい政治的な中を生き抜いた、一人の侍を演じさせていただきます。西田さんとはね、その前回のもののふ白き虎から今回のつむる狼黒きかも、まあ、一緒にねやらせてもらえるということで、すごく楽しい演出家さんですし、すごく楽しい演出をしていただいて、すごく楽しい作品になると思いますし、まあそういう上ではきっと楽しいことには間違いないなと思ってるんで、自分自身もしっかり楽しめるように、楽しんでいこうと思います。はい。前回のもののふ白き虎にて演じさせていただきました斉藤はじめのその後ということで、西南戦争、すごく難しい話になっていると思いますが、キャスト、スタッフともども全力を尽くして向かっていこうと思ってますので、ぜひぜひ皆さんご覧になってくださいませ。9月の、ね、上旬から下旬までつむる狼黒きかも、略してつむかもって言いづらいですけれど、頑張ってねやっていこうと思いますので、皆さんぜひぜひ足を運んでみてください。じゃあねー。